このクラス、さあ上位勝ち取りたい。続いてはゼッケン75番は船戸ひろきチームキーウエスト、チームカラーイエローで頑張ります。さあ続いてはゼッケン56番から高橋ゆうま RJT、 ちょっとジャンプ。さあその辺りはアウトグリッドから、まずはシリーズリーダーです、ゼッケンナンバー86番は生駒純、ヤマハウェーブランナーシーハージャパン。さあその辺りはゼッケン81番は三上貞弘エースジャパン。そしてゼッケン96番は千木田正幸マリンメカニック。そして現在シリーズ第3位です、ゼッケン5番は佐川隆史タホムスマリン。その他にはゼッケン9番から高橋敏郎スワトラッシングファクトリー。そしてラストは今年からこのクラス、ゼッケン18番は藤岡博士プレシャスレーシング。以上のライダーとなります。さあゲートオープン、飛び出していった。まずはここから勝利の近道だ、ホールショット。田中智成も飛び出していったぞ。さあ諫早のマシンを抑えて先にこれ出ていったのは白いマシンに見えるんですけども、これは高橋の勝ちでしょうか。さあそしてアウトからトップ、協力メンバーが揃っているアウトコース、これはどうやらチギラのマシンに見えるんですけどもね。さあそしてファーストミッションはインコースから飛び込んでいった、トップに躍り出た。そしてセカンド手チギラ VS 諫早となっているんですけども、トップ手が続々と戻ってくる。さあこの強豪の中、この第4戦トップに躍り出たのはなんとノリノリノリオカ。諫早を抑えまして荒井ノリオが好スタートを切っています。さあその荒井ノリオ、どこまでこの強豪チームライダーたちを押しのけることができるでしょうか。さあ現在トップは38番のアライノリオ、ドゥースピードファクトリーレーシング、そしてそれを追って96番のチギナ正幸、87番の諫早はじめ、18番の藤岡博士、5番の佐川隆史です。まさかの生駒が高速艇となっていますが、そして左水面で入っていった、まずはアライノリオ、攻めていくチギナ、諫早となっています。さあ諫早がアウトコースからの攻めとなりますが、その前にトップを取り切った荒井のりを、コーススタートで荒井が踏み込んでいきました。さあ15番 V サイドバーサイド、さあちぎらを抑えて諫早が V 際をくるっと先に回っていって、ここで2番手浮上、諫早が2番手ランクアップ、ちぎらがランクダウンです。上位グループ。さあそして佐川隆史が続いていく。ここまでは上位グループです。右水面に続々と入っていく。その後ろは田中智成がなんとペナルティを受けたにもかかわらず上がってきたぞ。第一戦を制したこの一番の快感はもう譲ることができないんだと、そんな思いが高ぶったのか。今日はフライングからのスタートとなりました。その田中が現在5番手まで上がってきています。さあ左水面にトップ艇が入ってきました。荒井のりをインコース、それを追っての諫早はじめ、世界の諫早が荒井をどこで止めることができるのか。この走り
さあインとアウトに早速分かれて仕掛けているその諫早、今年は赤でまとめた燃える諫早、さあこの色のように爽快な走り見せてくれ。さあここで堂々と諫早がトップに躍り出ました。荒井のりおはランクダウン。さあトップ10に躍り出ました諫早、はじめがホームストレートに戻ってきました。しかし荒井のりおもいいスタートを切って現在2番手です。さあ今度はちぎらがランクダウンをして佐川隆が3番手まで上がってきました。3番手4番手また大きく揺れ動いています。田中智成が現在4番手、ちぎらが大きくランクダウンです。まさかのマシントラブルか。あーこの戦いも苦しくなってきたか。ちぎらさあレースに戻れない状況でしょうか。左水面に諫早が颯爽と向かっていく。もうこの諫早の走り、ここから誰も止めることができないのか。それを追っての佐川隆史、田中智成となっていきます。さあ諫早がアウトコースをセレクト。荒井のりおなんとか表彰台には残りたい一戦です。現在シリーズリーダー生駒がまさかの後続ということで大きくチャンス巡ってきましたが、さあイレーザー V を先に回っている最後尾、それは96番のちぎらは現在リタイア。さあトップでです。今ホームストレートに戻ってきた赤いマシン、さあ今年の諫早だ。それを持っての荒井のりおが現在2番手をしっかりとキープ。そして3番手は佐川隆史、佐川を追っての田中智成続々とレースは5周目に入っています。まだ分かりませんよ。あと4周残っているのでまだまだ分からないこのクラス。さあプロラナバートーク、右水面からしっかりとトップの諫早はじめ、左水面チョイスコースに向かっていくその諫早を追っての荒井のりお、アウトコースに向かっていった。それを追って同じルートで荒井のりおがついていく。3番手の佐川もさあ2番手まで上り詰めることができるんでしょうか。田中智成表彰台に残りたいところですが、3番手4番手距離はまだ縮まっていません。先に諫早が合流地点に戻ってきます。諫早のマシンが15番 V を間もなくクリア。荒井のりおもしっかりと2番手をキープ。佐川隆史も続く。田中智成も4番手。この辺り上位陣、さあ着数入れ替わることなくホームストレートに戻ってレースは6周目に入っています。右水面にまた入りました。レースは6周目まだまだ残っています。残り数さあミス V も続出中ということで、さあトップ10は変わらず諫早が今チョイス V から左に向かって、さあまたアウトからとなるか諫早のマシン。今年から諫早はレーシング新たなチームを抱えて臨んでいる2017年、その諫早が頂点に立ちました。そして好スタートを切った荒井なんですが、現在セカンド手です。諫早と同じアウトコース後ろにつけています。3番手は佐川隆史、常に安定したレースを続けている佐川、現在シリーズでも第3位の位置。その佐川がこの第4戦も現在3番手、それを追っての田中智成です。
さあ続々とトップグループが戻ってきました。まずは諫早が通過。諫早7周目に入っています。残り2周です。諫早を追って荒井のりをルースピードファクトリーレーシング、そして5番の佐川隆史パフォーマンスマリン。佐川も今年からまた新チームで臨んでいる2017年です。そして69田中智成4番手、その後ろには86番の生駒潤がここまでは上がってきたんですけども、さあ右水面に続々と向かっています。上位グループから7周目に入っていますが、もう諫早のスピードを止めることは誰もできないんでしょうか。諫早が左水面のまたアウトコース、大きくリードを広げて、セカンド艇は荒井ドリオです。そして佐川隆史が続いています。風がきつくなってきました。その分受ける抵抗あるライダーたちなんですけども、落水車が続々と出てきています。スピードある分勢い余って、その波風をしっかり受けてしまうことになります。さあ諫早が戻ってきました。ここでトップデーの諫早です。ゼッケン87番諫早はじめ諫早レーシング、それを追ってのセカンド艇38番は荒井のりをドゥスピードファクトリーレーシング、3番手はゼッケン5番佐川隆史パフォーマンスマリンです。4番手も変わらず69番田中智成レーシングスポーツクラブメイエン。そして86番の生駒潤ヤマファウェーブランナーシーハージャパンが続きます。レースは8周目となりました。終盤戦と迎えておりますが、さあこのままの順位で最終的に終わることになるんでしょうか。ぶっちぎりの走りを見せています。諫早がこの第4戦はどうやらこのまま走り切ると優勝に輝きそうです。まだこの2017年シリーズ迎えて諫早はじめは表彰台一番高いところには登っておりませんので、さあなんとか最後までマシントラブルなく走り切ってほしい一戦となります。最終コーナーを回りまして、チェッカーフラッグをしっかりと受けます。ゼッケン87番諫早はじめ諫早レーシングトップフィニッシュ。さあそしてセカンドフィニッシュはゼッケン38番荒井のりをトゥースピードファクトリーレーシング。はい、では優勝おめでとうございます。 ありがとうございます。で今日のレース振り返ってもらいたいんですけども、まずスタートはどうでした？スタートはうまくインの一番予選が良かったんで、はい、2位でゴールしたんで、うん、インの一番入ったね、インの一番からだったんで、まあ、多少出遅れても好きなグリッドなんで、うん、こう内側から入っていって。そうそう、1V はどうだったんですか？1V 全然3番かそのぐらいですかね。それで、まあ、外が膨らんだの内側から入っていって、ね、で合流でインの2番で入ったんですけど、3番アウトから来て3番で、はい、その前には誰が、新井くんとあとチゲさん、はい、いて、でどうですか、その前に抜けるっていう手応えはその時点で？いや全然ない。もうまあミスしないように淡々と走ろうと思って、でアウトコース、まあインコース最近あんまり練習してなかったんで、インコースあんまり苦手だなと思ったんでアウトコースしたらちょうど抜けて、アウトからポンポンと抜けてきた、はい、途中はチギラさんがトラブルかなんか。そう、あでもインコース行った時にアウトでかわして、その後じゃあすぐ2番手にはすぐ上がったんですか？1周目で、はい、まあ運良かったですよね。まあ実際みんながアウト行ってたら俺もアウトなんで、そのままの順位で終わっちゃったかなと思う。で1番になったのは何周目ぐらい？何周目ぐらいですかね、4周
果はそのぐらいですかね。4周目ぐらい、じゃあ半ばぐらいで1番になって、その後はどうでした？楽な展開だったのか、後ろの様子見る余裕があったのか。楽な展開ですよね。波がすごかったんで、はい、自分の走りしていれば多分いける。じゃあこのままゴールまでいけるんじゃないかという感じで、今回ね、2017年シーズン始まる前から少しその伊沢さんらしい自信のようなものを感じられなかったんですけども、この4戦目でも早速結果が出ましたよね。今日はラッキーで、前回ラッキーじゃない、アンラッキーで、今回ラッキーですよね。これで総合も、4戦目終わった時点で一番に立ったんじゃないですか、ね、そうですか、まあまあ全然ありますからねまだね、これから5、6、7最終戦ってありますけどね。なるほど。いや、でもこれかなりね、手応え感じたんじゃないですか。まあ、その GP が出た時に手応えは感じてたんで、まあこれで行くって決めたのも、あの、まあ走腕もいいですし、コーナーもいいですし、あのうまくいけば勝てんじゃないかなとはやっぱ思ってチョイスしてるんで、まあ携わった船なんで、これもじゃああれですね、ポテンシャルを十分生かしきったレース展開だったって。まあ本当にいい船だったんで、ストックでもね、はい。じゃあこれは明日もこの勢いで。いやー、まあでもなかなか厳しいですよねそんな簡単には、そんな簡単にはいかない。まあ運よく自分さえミスして、前回は自分のミスがあって、要はミス食いしているところ2人抜かれて、ね、2番走ってて4番になっちゃったとか、そんなんばっかりだったんで、まあ今回ミスしないようにって心がけて走ってたんで。どうなんですか、無欲の勝利というか無心の勝利みたいな。そうですね、今回無欲でしたね。じゃあとにかく今シーズン、初勝利。あ、そうですかね。ということで、おめでとうございます。すげえ頑張ってるんですけどねやっと一勝です。明日もまた、はい、わかりました。練習を狙って頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。頑張ります。